り方広がっておる。
Thank you.
と。今すぐやめろ。今すぐやめろ。原発いらない。
Thank you.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 
接種する前方、全部で住んでる方、本当に関係なく、福島の事故を、去年起きましたけど、日本全体の問題です。群馬ももちろん被害もたくさん多かったり、いろんな心配事がたくさんあります。それはやっぱりみんなでここから伝えていくことが大事なことだと思っています。で、毎月毎月こういうデモ行進をやっていきますので、群馬県から地方からたくさん声を上げていって、日本を変えていく力の一つになっていきましょう。今日はお疲れ様でした。昨日もあったんですが、ちょっと遠いんですけど、群馬からですと、来週4月27日の金曜日、4月27日の金曜日に、首相官邸前で、18時からまた、大井原発再稼働に反対するための抗議行動を行います。大井原発だけじゃなくて、伊方原発も今、再稼働に向けて動いてますし、九州の、電気も、燃料が、参入されたりしますんで、未だに政府はいろいろ動かそうとしますんで、それらに反対していきたいと思いますんで、ちょっと、高崎からちょっと遠いですけども、お時間ある方、お怒りの方はぜひ お越しください。お願いします。あと、またこれも遠いんですが、その2日後29日、日曜日に、今日Twitter、ツイッターのニュース群馬の初、趣味会で、高崎デモでしたけど、ツイッターのニュースの渋谷原宿のデモが、4月29日にあります。14時宮下、渋谷の宮下市公園集合で15時しますね。一応1周年ということで、おめでたい1周年じゃないんですけども、一応1周年ということで、そのデモの後に無料のアフターパーティーなどもちょっと予定されてますので、はしゃぐとかいうふうになって、ちょっと色を1年間、その原発の皆さんに頑張ってこられたので、ちょっとお互い楽しみというか、励まし合うというか、語り合うというか。みたいなパーティーも予定されてますので、もしちょっと遠いんですけど、来れるようにしたらお越しください。お願いします。でもこのまま放っておいたらいけないと思うので、皆さんよろしかったらぜひお力を貸してください。よろしくお願いします。5月の19日宇都宮の、場所に集合です。Twitter でツイートのニュース栃木で検索していただければ、公式のブログなんかもありますので、ぜひチェックしていただければと思います。どうぞよろしくお願いします。ありがとうございました。あと告知がある方はいらっしゃいますでしょうか。はい、今日立ち上がったじゃないですか。今日は、皆さん、お疲れ様でした。遠くから私たち、群馬の方の応援に駆けつけてくれた方、本当に感謝です。でこういう機会を設けてもらって、本当に感謝です。で来月、5月の27日の日曜日なんですけども、アパママアリズムデモっていうのを企画しようと思っているので、まだ詳細はこれから気になるんですけれども、こちら通り流すと思うので、ぜひ、参加の方をお願いいたします。その前にですね、音楽センターの給料の会とかっていうのが、千の場合ハウスの上会らしいんですが、その時に、推進者が来るらしいので、なんか、そっちはちょっと、やりとも会社のようでしたら、こちらで流しますので、よろしくお願いします。今日はこれで、ちょっと至らない部分が多かったんですけれども、で帰ったら、またツイッターとか、ミクシーとか、フェイスブックとかに、今日の感想とか書いてもらって、またそれがみんなに広まっていけば、たくさん人が集まっていけると思います。今日至らない部分ありましたけど、ありがとうございました。お疲れ様です。
個人レジストですのでシェアしていただけると助かります。ではよろしくお願いいたします。これからちょっと回らせていただきますので。ありがとうございます。